デートンライト XPS-1 デートンライト XPS-1 は1920年代のアメリカ陸軍の短座用撃機である。1920年のゴードン・ベネットカップに参加したレイサー RB-1 の設計をもとに開発された当時としては珍しい引っ込め足の戦闘機であった。洋撃任務の戦闘機として陸軍航空隊から発注された PS の記号は パースートスペシャルを示す。1917年に設立されたデートンライトが開発したデートンライト RB-1 から引っ込めや指揮や多くの特徴を引き継いだが胴体から剣翼配置で肩持ち単応であった RB-1 の主翼形式から前方視界を得るためにパラソル翼に改められ胴体は交換構造にハフバリとされた。 胴体下部側面に収納される引っ込め足の機構は、引き継がれ、手動クランクでチェーンを介して操作され、収納にかかる時間は10秒間、転身は6秒間を要した。アメリカ陸軍は3機の発注を行い、1923年から試験飛行が行われたが、性能が不十分で採用されることはなかった。ウェグ、ジョン、ゼネラルダイナミックエアクラフトゼアープレデセサース、ロンドン。 プトナム1990 ISBN 0から85177から 833X ありがとうございます。